ロンドンニュース1877年10月13日号に掲載された警視隊のし絵警視隊を描いた浮世絵横浜港に外旋した警視隊の写真警視隊は1877年に起きた西南戦争の際に東京警視本署が編成した部隊。大日本帝国陸軍の広報支援及び戦闘に参加した約9500名。 西南戦争が起きた1877年2月、渡貫吉直省警視が指揮する600名の警察官が九州地方へ派遣され、ついで、重信常則省警視を長とする900名が福岡、佐賀へ、上田義貞大警部、園田安方中警部を長とする200名が福岡へ増派された。それと共に国内治安を確保するため、 東北地方等から5200名の巡査を重保して、東京の警備に当たらせ、さらに巡査4000名を重保して、大阪に900名、京都に300名、神戸二8 0 0名、九州地方に5900名を増派した。これら総員9500名の部隊が警視隊である。警視隊をもって、別道第三旅団が編成され、川地敏吉大警視が陸軍少将を兼任して、 旅団長を務めた。川路は同年6月に司令長官を辞任し、別道第三旅団は大山岩尾陸軍少将が指揮する新戦旅団に再編成された。警視隊の本来の役割は占領地の治安維持、軍隊内犯罪の取り締まりなど陸軍の広報支援を行うことであったが、戦闘にも参加して戦力を補った。氏族が中心の部隊であったことから、 招兵された農民中心の近代兵以上に奮戦したという。西郷軍は赤い帽子に銀筋なくば、花の江戸へ踊り込むと嘆いたと言われる。先込め式の一つ弾の銃を渡されたが、一発発射すると熱が冷めるまで待ち、再び先端から火薬を詰めて撃つという頼りにならないものであったため、各自は主として日本刀を武器として戦ったという。 田原坂の戦いでは、警視隊から剣術に引い出た者が選抜され、抜刀隊が編成された。戦死、戦病死者は878名。東京将魂社に祀られた。1879年には、東京警視本所が、青山霊園の一角を確保して戦死者7八柱を埋葬した。また、大分県五国神社に、 佐川官兵衛一等大ブ村103柱が埋葬された。ありがとうございます。